こんにちは、名古屋オースのアビシルバーズです。いつも動画をご覧いただき本当にありがとうございます。本日ご紹介するのはですね、こちらのヒマラヤンのロングウォレットになります。こちらはですね、背中ですね、背中のタイプになっています。で、黒のダブルステッチがこう囲ってあります。で、こちらはなんとクロコダイルの革が使用しています。こう外はですね、このようなぐるっと、もちろん一枚革で、背中のバックボーンの部分が使われています。こうあと陰影がですね、ヒマラヤンのちょっと茶色っぽい部分であったりとか、白っぽい部分であったりとか、そういうのが楽しめる部位じゃないかなと思います。個体的にはすごく大きなサイズではないんですけれども、このようにこのサイズバックボーンになってますので、このような隙間があることによっていろんな表情が楽しめるお財布なんじゃないかなと思います。で、周りはですね、ブラックのダブルステッチがしてあることと、あとファスナーですね、ファスナーの部分にはここクロコダイルが使用してあります。そうすることによって、こう黒白黒白っていったちょっとこうおしゃれな雰囲気になります。では中も見ていきます。中はですね、このような型押しですね。で、奥に見える白い部分はクロコダイルの革が使用してあります。で、かなり大きくこうやって開くので、使い勝手はいいんじゃないかなと思います。裸の iPhone とかですね、あと領収書とかですね、お札、結構いろいろ入ります。で、特徴としてはやはりこのようにここにマチがある分、こうカードが取り出しやすくなっています。通常はこの部分がこうくっついていることが多くって、こうファスナーの方にカードがどうしても引っかかるっていうことがあるので、私たちはこのようにちょっとマチを設けることによってカードの取り出しやすさも考慮して作っています。で、こちらの方はコインケースですね。結構たくさんの量が入ります。で、ここにもマチがあるので、こういうふうにマチがないと結構こう取りにくいんですけど、ここにマチをつけることによってかなり手が入りますね。で、中はですね、すべてこのようにちゃんとミシン縫いがしてあって、切りっぱなしの部分はないですね。革によっては切りっぱなしの方がいい革もありますけれども、今回は少しこう折り曲げたりして加工がされています。で、マチもこんだけあるので、こうガバッと開くのでとても使いやすいんじゃないかなと思います。で、こちらの方ですね、インターネットの方で販売の方はいたします。こちらの方ですね、オーダーメイドは、ね、ではなくて店頭販売の店頭のものになります。もちろんインターネットでもご購入がいただけますので、そちらの方も見ていただくと嬉しいです。 YouTube の概要欄の方にリンクの方は貼っておりますので、そちらの方でご覧ください。で、ヒマラヤンですので、使えば使うほどこちらのカラーは変化していきます。牛革のヌメ革と同じようにこう飴色のようになります。このいい色に変わっていきますので、またお客様の使い方によってはかなり色が変わる方もいらっしゃいますし、色の変化を楽しんでいただける商品になるんじゃないかなと思います。ぜひホームページの方でご確認いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。